ご覧の皆さん、何人いるか分かりませんけど、まあ、もしたとえ一人が見てたとしたら、あなたのために私たちは語りましょう、耳元で語りますよ。耳元で語りますよ。夢に出るようなやつをね、うなされないようにどうか、まあ、23の試合ですね、5月31日11時ですね。今 ZA オリブリスタジアムから、お送りしています。東京23勝手に実況隊がお届けする、東京23マジで TV 過去試験放送中ですね。関東リーグ一部の前期第9節の前半が終わったところですね。今ハーフタイムです。前半35分田中智則の、落ち着いたですね、京平さんからの中に 戻してきた、ボールをですね、美しくこう決めまして、見事に先制した、23です。炭酸飲むとね結構大変なの。あの内側からこう出て、そう、僕はもうマイクに向かってマイクに向かってゲップとかも普通にしますので、まあ、メッツいただきます。これどなたの差し入れですか。本庄さん。本庄さん、あ、そうです、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、こんなね実況隊の遊びをやらせてくれるのはね、クラブの皆さんが、いやいや本当ありがたいです、ね、寛容でね、黙認していただいてるから、何かあったら俺たちほら出禁にならなきゃいけないからね、はい、そうですね。まあ、そしたら全力で暗示活動もします、ね、まあ地域リーグご覧のね、あのお客様というかサポーターの方々もね、うん、それぞれいろんなチームがいろんなことを工夫してね、こう楽しもうと努力してますね。そうですね、うん、J リーグみたいなプロリーグっていうのはもうなんていうお金を払うから全部それはクラブがやって、うん、それをこう受け取るだけですけど、地域リーグとかはね、そうサポーターもクラブも一緒になってこうやっていくっていうところが、はいはいはい、これ魅力じゃないですかね、うん、例えば J とかプロのチームであれば、うん、まあ、クラブ同士チーム同士はまあライバルですけど、うんうん、でサポーター同士もどうしてもやっぱりちょっといがみ合うというか、まあ、最近ちょっとそれで叩かれたりしてますけど、もう地域リーグはある程度その同じ KSL を愛する人たちとして一緒に楽しもうっていう風な感じでやっていった方がいいんじゃないかなっていうところはちょっと思うんですよね。まあ、サポーターの態度が悪いと散々言われてるね、東京23がそんなこと言うんじゃねえよとすいません、ね、いうのはあるかもしれないですけどね。まあ、一緒に盛り上げていろんなところに我々が人数かけていくので、まあ、時々確かにね熱くなっちゃうのは分かるんですけど、一応総じてなんていうのかな、別にこう23を応援した後はゴミだなんて考えは一つもなくて、むしろね、対戦相手がいないと試合できないですし、対戦相手が強ければ強いほど自分たちのチームのね潜在力っていうのがこう引き出されますからね。これで不思議なもんで、東京23を応援してて、まあ、ある程度こうやってると相手の選手とかを知りたくなるところで、まあ、今日は実況だと思って埼玉 SC とかでも結構いろいろ調べてきましたけど、あ、じゃあでも埼玉 SC って今林、去年までいた今林がいるとこだよねとか、あとセカンドにいた岩井っていうのも埼玉 SC に入団してるんですよ、はい、まあ、そういうちょっとね試合とかね。もう一個ほじるとさ、はい、その前所属クラブで例えば横浜、あ、なんだっけ、タケルかなんかに行った選手を見たりとかね、もうあとはそのもう一個前のどこの大学でやってたかとか、高校でやってたかっていうと、はいはいはい、まあ、ピッチにいる選手なんてみんなほとんど友達みたいなもんで、そうですよね、年齢が近いですからね、高いレベルでね大会で必ず何回か交わしてるから、選手同士はこう別にそんないがみ合ったりは試合ではあるけれども、ね、個人的にはないんですよね。試合終わってからね、ピッチで話してたり外で話したりしてますよね、飯食わねみたいなねだからね、まあ、J リーグはこう儀礼としてやっぱりアウェーとホームって言ってこうライバル関係は演出しますけど、はいはいはい、地域リーグはねサポーターもね、楽しね、お互い仲間になった方が楽しいこと多いですからね、偽善だね、偽善者だなっていう人もいるかもしれないけど、これは本当だと思いますよ、ね、まあ、仲良く喧嘩しなっていうのが、サッカーの一番いいところだと個人的には思いますね。福井が準備してますね。あ、本当だ、14番福井ですね。さあ、熱い熱い緑の絨毯の上に選手たちが出てまいりました。誰と交代だ。画面左側青いユニフォームが埼玉 SC ですね、そして右側失礼白と赤のユニフォームが東京23 SC、
そういえばあの代表がこれからブラジル行きますけど、はい、あの23も白に赤っていうのは、うん、あの社長から前に聞いたんですけど、はいはいはい、ちゃんと祈りというか決意があって、あれ日の丸をイメージしてるんですってね。なるほど、世界にっていう、そう世界に行くために、日本を代表するクラブチームとして、はい、あの世界に日の丸を背負って、行けるようなチームになろうと、クラブになろうと。まあ、この辺はあの、まあ、体現相互っていうふうにバカにされる時もあるんですけど、はい、23 の, あのオフィシャルのホームページでクラブが目指すものっていうところがあってね、はい、あそこを見ていただけるとね、あの23の一つのこう決意というかね、僕らが何に惹かれてこのクラブを応援してるのかっていうのが分かるんですよね。太郎と答えですね。あ、太郎アウト、はい、選手が右サイドハーフに入りました。さあ、まもなく後半の45分がスタートいたします。1対0先制して有利なところからの折り返しです。さあ、帰り道も安全に進みたいものです。はい、キックオフです。福井ボックスなんですね。あ、好き、結構ひょうひょうとプレーしますよね。リーグ始まる前のトレーニングマッチとかでは割といろいろいろんなところで V 使われてましたね。はいはい、V とあと広瀬、深沢、ね、あたりですね。さあ、後半から、マリネ TV をご覧の方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、東京23の、後半のセットのイレブンですね。ゴールキーパーは太りそのままですね、はい、センターバックの2人も一緒ですね。右が龍二、伊藤龍二、はい、左が、中山です。中山ですね、はい、で両サイドバックは、右が俊太、はい、左が大賀、ボランチの2人は小林と田中智則。お、危ない危ない、おっと危ない、おドッキリしましたね。62番長嶋選手のシュートでしたね。枠いきませんでしたけど、そうですね、埼玉 SC は初めてのシュート。あ、そうだ、あのフリーキックを抜きにするとね、はいはい、あ、そうですね。サイドハーフは左サイドハーフは三崎そのままで、はい、右が川村太郎から背番号14番の福井海に変わっています、はい、夜間さんのお気に入りですね、はい、トップ下は猪俣誠也、オレンジ色のスパイクです。そしてワントップは山本恭平。恭平さんはどっちかというと釣りの動きが多いですね。多いですね、うん、はい、恭平に当てて、後ろから選手が走り込んでみたいな感じも多い、うんうん、まあ、もう恭平はどこでもやっぱりマークはきつくなりますから、どうしても。そうだよね、そういえば今度国体はあれでしょ、米山さんが監督が国体の東京代表の監督もやられるんですよね。監督だったらコーチなんじゃなかったっけ。あ、コーチか、はい、うん、地域リーグ見るまではさ、国体なんか何の関心もなかったけどさ、出てくると出てきたで、あの地域リーグ見るようになるとあれも面白いね。去年東京国体だったんですかね、そうそうそう、でゼルビアのサポートの皆さんに強兵コールしてもらったっていう、嬉しいね。あ、危ない、おお、後半始まって早々ちょっと不安定な、守備になってますね。まあ、総じて得点の少ない埼玉 SC ですけど、うん、唯一複数点を取っているのが62番の長嶋選手、うん、はい、あとはまあ皆さん1点ずつなんで、うん、ただミッドフィルダーが名前1点ずつの選手が重なっているんで、どこからでも打ってくるようなイメージなのかなっていうところなんですよね、うんうんうん、埼玉 SC ってのはホームグラウンドどこなんだろうね。どこですかね。でも埼玉っていうと、まあ、J リーグのね、大人気クラブの浦和レッズがあって、大宮アルディージャがあって、その下っていうのがいきなり埼玉 市になったのかね。大人のクラブでしょうね。恭平、おお、面白い角度だ。三沢圭一、箱に入るぞ。三沢クロスボール、うわー、惜しい。さあ、もう一回シュート、1回落とした。小林だ、シュート、あ、ちょっと2、3の前に転がってきた。一つ後半もいい形で入りましたね、うん、
ディフェンスラインでボールを回します。まあ、今年じゃない今日の試合の目標としてはもちろん、うん、勝ち点3は当然のことだから、はい、大量得点を取っておかないと、うんうん、あの浦安さんがもっとずっと高いところに勝ち点もそうだし、うん、得失点差もだいぶ離されてるんですね。そうですね、あのやっぱりまずは勝ちが目標の埼玉 SC と、うん、あの大量に点を取って勝つっていうのが目標の東京23、うんうんうん、それぞれあると思いますからね、うん、1点だけじゃ物足りないですね。そうですね、うん、田中智則がこうスルスルボールを前に運ぼうとして埼玉 FC がそれをつい引っ掛けてしまいましたね。フリーキックです。直接狙うこともできるかな、微妙な、ちょっと遠いかな。さっきのフリーキックはあのトリックプレーだったんで、ね、前半のやつが、はい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 、直接行くかもしれないですね。あのキッカーは猪俣と福井ですか。いや、あ、そう、福井と猪俣ですね、はい。先ほどは田中智則がダミーで走って、はい、フェイクで走って、はい、で猪俣がこう分度器で測りたくなるような妙なグラウンダーの横パスを出してあれ面白かったですね、うん、決まれば面白かったですけどちょっと合わなかったです。中山が面白いところになる。おお、分かりましたね。キーパーが弾いたところを詰めようとして智則が、狙ってましたが、キーパーしっかりキャッチしています。お、面白いトラップですね。面白いですね。あ、そのまま自分で行った。シュンター、早い早い、シュンター早い。おお、シュンター早い。ちょっと今の走りはいいですね、魅力ですね。名前がシュンなだけにやっぱり早いね。シュンターのシュンは俊敏のシュンですよね縄体を表すと本当だな、響いて。おいやんくんの声が響いた今のおいやんか、うん、選手かと思ってさあフリーの猪俣、猪俣聖也、聖也うまい体のやり方。おお、すごい、たこれが聖也ね、猪俣の魅力ですよね。ちょっと今のはキモいパスでしたね。あ、オフサイド。オフサイでしたか。オフ、埼玉 SC のフリーキックですね、うん、試合時間は6分。気づいたら米山さんが外に、ね、出て、あ、本当だ、立って。あ、珍しい、今日スーツじゃなくてジャージです。そうですね、長いシュート打ってみた。キーパーの位置を見て前に出てたのを確認して、うん、福井海がロングシュートを狙いました。後半7分ですね。ちょっとここでリザーブを確認しておきましょうか。はい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 、リザーブ、はい、まあ1番キーパー松本、松本選手、6番飯島、うん、で、16番天野、うん、18渡辺、うん、22前、うんうん、で29広瀬と、はい、飯島選手も最近調子良くないですか。そうですね、飯島、うん、今回は、ね、17番から6番になって、うん、期待、監督の期待も高いみたいですね、うんうん、まあ、背も高いし、トップ下もできるし、ボランチもできるし、うんうんうん、何でもできる器用な選手なんでね。あと去年あれですね、23の選手の中でうん、イケメングランプリだったんですよね確か飯島はね。イケメンか試合に出てないのにイケメングランプリだったっていう最近だとうん、パワープレーの時に、うん、身長高いんで後半から出てくるようなのも多いですよね、うん。ツイッターで、はい、銀猫さんという人が、はい、東京 23FC のまさかの実況解説付きということでツイートしてくださってますね、これ見てくださってるのかな、ありがたいな。ご迷惑をおかけしてますね埼玉 FC もいいサッカーですよ本当に、しっかり守って間違えないようにしないとすげえよ、ありがとうございますリザーブの選手もね、飯島選手もそうですよ、なんかだんだんこう少しずつ前の方で使われるプレーが多かったりとかね。どの選手を注目するといいのかとか教えてほしいですよね。あ、そうですね、埼玉 SC のちょっと残念ながら相手は強くわからないんで、今ねツイッターで東京 23FC で検索をかけたら、はい、銀猫さんという方が多分ね、あ、でもどっちのサポーターさんなのかな、
まあ、わかるんですけど、埼玉市のサポーターさんがもしご覧になってたら、いろいろこう情報をいただけると面白いですね。特にあの選手の情報とか、この選手はこんな特技というか面白いプレーがあるんですよとかね。そうですね、まあ、うちらで言うと面白いプレーって言ったらね、間違いなく岡正道ですからね。岡はいいですね、いいキャラクターですね。そう、ああいうのでも大事ですよ、岡選手。今日台頭してるのか分かんないけど、さあ面白いぞ。俊太じゃない、伊藤隆二か、俊太か、また俊太ですね。俊太追いついた。おー、ナイスさん、この暑い中よく走れるな、すごいな。さあ試合時間は、10分になるところですね。後半です、東京 23FC が前半35分、田中智則のゴールで先制して 1-0 で、勝っている状況ですね。オイアンさんはあのあの太鼓の連打をやって前に1回太鼓をぶっ壊してるんですよね。壊してますよね。急にドンドンがピシャッピシャッとってあれと思った。バチが吹っ飛んで、そう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 、バチの頭が吹っ飛んであのグラウンドに入ったりしました。ボールパーサーの兄ちゃんにそれ取ってそれ取ってくださいっつって。それ以降あのマルチバチシステムじゃないですけど、何本か予備を持つようになってと聞いてます。さあ23、埼玉 FC も前半よりはこうプレスが速くなってきた感じがしますね。一人陽一、伊藤隆二、何人か今シャツあの、うん、リブス脱いで2人用意してるんで、うん、あ、本当だ、はい、交代なのかもしれないですね。埼玉 FC 選手の交代がありそうですね。54番の選手と49番、54番溝口選手、ミッドフィルダーと49番が小田川さんですかね。小田川選手、フォワード、ね、フォワードの選手ですね、はい、これもちろんでも今 0-1 で負けてるわけですから、はい、最初失点で負けることを良しとするチームなんかきっとないでしょうから、ね、もちろんこう、攻撃のための選手でしょうね、ある程度あの攻め疲れさせてっていうところもあるでしょうからね、うん、今もファー一人フリーでしたけど、はい、ちょっと危ないですね、制空権を。相変わらず俊太選手もヘディング強いな、はい、田中智則から福井海、タイガー猪俣が手を出してボールを要求した。猪俣フリーですね。おー、福井ですね、この海を発射する。ちょっとボールが足が長かったですね。これあの攻め疲れもそうですけど、あの、うん、応援疲れも今日はあの止まらないですね。今日はサポーターが若いんで。ずっと歌い続けて、今日はあの 新曲のちゃんと、はい、あのクイーンの We Will Rock You を、はい、あの変えたのがあったけど、あれなんでやったのってさっき気に入ったら、はい、押し上げさせるときに使いたいのも、はい、使いたかったんですよね、はい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 、やっぱりその意味のあるちゃんとというか、うん、こういう時にはこういうっていうのがあるといいですよね、うんうん、そうですね、はい、中山中に入ってきた。おー、山本恭平の前、キーパーと山本恭平の前ですね。結構丁寧にチャンスは作ってるんですが、なかなか埼玉市のね、守備がしっかりしていて、ピッチに映るあの選手たちの影が小さくすごく濃く出てますね。暑さをこう物語ってます。そう、オフサイド。おーの。おー、おー。
安全第一ですね。タッチ逃げましたね。冷静なプレーでしたね。うん、キーパーいいですね。埼玉市落ち着いてますね。松井選手ですね。松井選手、はい。尚美学園大学で1988年ってことは強兵の1個下ですかね。かぶってんじゃないの。あ、そう、かぶってるでしょう ね。年齢で1個下だけだから。強兵さん留年してたりとかね、うん、浪人してたり、ね、浪人してたどあれ同期で同級ですよ失礼なこと。あ、田中のロールいいですね。田中のね、足実は速いんだけど、はい、猪俣が追い込めてゴールキーパーが吐き出すようなです、ね、ここですね。さあタッチに逃げました。選手交代ですね。9番の選手がアウト、はい、埼玉市ですね。9番アウトのフォワード清水選手、何番、さ、清水選手もアウト。32が入りましたね、はい、川田選手、はい、でも夜間さんすごいよね、はい、アウェーのチームまでちゃんとこうやって調べてきてるからね、この豆さは私にはないですね、はっきり言って。いやいや、ありがとうございます。一方的なことでね、だ話をしてると、実況とね、あの解説ではないと思うんで、やっぱりある程度偉いね、相手の選手のこと知ってた方が面白いですよね、やっぱり。まあ楽しみ、でもなかなかできないし、大きく右にボールを動かします。福井海と俊太のパス交換、海智則ですね。これちょっと危ないな、うん、智則が遅らせる。おお、ファウルを取られましたね。ファウル取られちゃいましたね。でも今日はまだあのイエローがどっちも出てないんで。あ、そうですね、はい、クリーンなのかあれですけど分かんないですね。さあ後半一つ目のピンチの時間ですね、はい、ただなかなか相手もゴール自陣のゴール前からこう出てきてないんで、これの後っていうのは一つのチャンスかもしれませんね、はい、キックのところに3人いますね、うん、4と16と。サポーターから太いコール、フリーキック、おー、相手に当たって、おお、あと方向が変わるの怖いよね。ボール落としましたね。さあ龍二です。さあこれからどう組み立てるかな。試合時間は間もなく17分後半です。1対0、龍二、まあ、後ろでゆっくり小林が手を挙げましたね、うん、ボランチの小林です。三沢、おー、面白い、はい、おー、クロスボール、箱の中、あ、もう一回タイガ出さない、小林、うん、なんだ、やり直しか、はい、やり直し、はい、中山、小林、はい、タイガ、中に入ってきた。なかなかクロスボール入れてもあんだけ青いのがいるとそうですね、大変だな。今福井が飛び込んできてたんで、うんうんうん、強兵スルーとかでも面白かった感じですね。ボーリングピンに向かってボールを投げるような感じですね。交代ですね。三沢と飯島、うん、三沢がアウト、はい、飯島がインですね、はい、ポジションの変更あるのかな、ちょっと後で見てみようか。そうですね、飯島選手はどっちかというと内側にいる選手のイメージです。飯島選手6番だっけ。そうです、6番飯島ですね、はい、飯島選手もね、最近攻撃に随分貢献しているプレーを見てますね、器用な選手ですからね。小林、焦らないですね、最初に戻して、これでポジションがある程度分かりそうな、うん、あの僕の友達 の、はい、あの女性の23サポーターさんは、はいはい、
飯島のプレーを見て胸がキュンとしたとか言ってた。お、面白い。1年目面白い。わおーし、猪俣聖也いいですね。ちょっとドラマティックな展開でしたね、今日は猪俣デーですね、うん、猪俣が追いかける。それ飯島選手が前から追いかけますね。猪俣は左なんですかね。今までトップ下に猪俣がいた、三沢の位置に猪俣が、あ、そうだそうだ、飯島がトップ下か、飯島がトップ下、多分これでもセットする感じだと思うんで、うん、そうですね、はい、トップ下が飯島、右サイド、あ、左サイドハーフが、はい、猪俣聖也、はい、でワントップ山本恭平、恭平ですね。リーグ前のトレーニングマッチとかだとこういう形もやってましたかね、うん、あ、そうですか、はい、いろんな選手がいろんなポジションやるからね、あ、パラゲルさん逃げましたよ今。走ってってます。だいぶ焦ってるみたい。今日パロゲルさんのアシスタントの女性の方連れてきてますからね、どん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 大きくなりますね。23、飯島から小林、田中智則ですね。中山から田中智則、前を向いたキックフェイントをしてもう一回落としました、戻しましたね。中山から小林です。ボランチの小林、タイガ、トモノリ、トモノリ、パスがポコ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 曲がるの、回るのがやっぱり23って感じが、うん、おお、そうですね、ちょっと今ね後ろから行ったんだよね、あ、イエローカードが出ましたね。赤くないですか、イエローですか。イエローですね、はい、埼玉市32番の選手にイエローカードが出ました。はい、変わったばかりですね、川田選手ですね。あ、そうですか、ばっかり選手、山本恭平選手に対してのファウルになりましたね。さあ、フリーキックを蹴るのは田中智則、はい、俊太がちょっと面白いところにいるんだけどね、右サイド、ね、それ使うのは面白いかもしれない、ね、フリーでうろうろして、あ、お、田中っぽい。あのポヨーンとしたボールが、おお、面白い、どうする、中に行くか、猪俣聖也、おお、切り込んできた、山本恭平、ああ、中山、もう一回、イエーイ、ゴール福井かい、素晴らしい、熱い攻撃でした。背番号14番福井海、これはいい。さあパラゲルさんがいない間に入っちゃった、席にいない間に素敵なゴールが決まりました、うん、そしてパラゲルさん戻ってきましたね。おかえりなさい。背番号14番福井海の素晴らしいゴールが決まったところです。後半22分、強平にパスしたのは誰ですか。ね、ちょっと覚えてないな、ね、猪俣かな。素晴らしいパスですね、うん、ちょっと後でプレイバックを見る、ダイジェストお楽しみください、ご期待ください。最後に、決めたのが福井会、あ、危ない、うー、太りさん、銀猫さん、鎌田周りのサポじゃないですか。あ、そうですか。ありがとうございます。失礼しました。今日も頑張りましょう。鎌田周りってのはじゃあサヌキ。そうです、鎌田周りサヌキです、ね、じゃあ私のお仲間じゃないですか。サヌキね、はい、びっくりしましたね。こういうのも縁ですからね。今度あの23の応援に来ながら、あの夜間さんとあのサヌキトークをするっていうのはいかがでしょうかね。さあ、後半ピッチが白のユニフォームが急に動きが良くなったように見えますね。埼玉市2点のビハインドを今度は追いかける形になりました。
選手ですね。今うまいボールの引き出しが、さあ猪俣誠也ナイスターン、おー、うわー、今山本恭平もいい動きだったね。田中智則、もう一回作り直しです。タイガー、タイガー小林です。智則ちょっと今うかつなパスだったな、俊太、俊太来た、はい、俊太クロスボール、来ましたよ、低いクロス、あっと恭平、おお、帰るみたいですね。すごいな伊藤龍二、埼玉FCが左から今度はゲームを作りますね。大きくサイドチェンジをした。埼玉 FC さんもあれなんだね、オフィシャルの人がツイッターで試合中継を、はい、試合経過をこう報告して、レポートしてるんだね。ありがたいですよね、やっぱりなかなか、うん、あの情報がないですからね、地域リーグだと。いろいろ見ましたけど、やっぱりツイッターが一番情報がありますね、うん、そうですね。2チャンネルとかでもいいんですけど、2チャンネルアンチも多いんですね。あ、わかります、ツイッターの方が、まあ、あの、うまくフィルタリングできるというか、はい、これチャンスですね、23、飯島かな、うん、小林、田中智則、うお、猪俣誠也、誠也、恭平、おお、綺麗な胸トラップですね。ちょっとあの聖夜言うと、ね、一世風靡を思い出すおっさんかっていう、それでちゃんと作るか。大きなサイドチェンジ、福井会は、うん、間に合います。サポートにつくのは俊太、クロスボール、飯島、なんとか先にボールに触ろうと両選手必死ですね。智則、小林、私もだいぶ前にいますね。ね、まあボランチか、ボランチか。これシュートかな、うん、ちょっとドッキリするプレーでしたね。恭平もそろそろ決めたいでしょうね。デジマールさんって、デジマール5って人が、はい、西葛西に東京 23FC のポスターが貼ってあった。頭脳派将軍米山氏。頭脳派将軍です。頭脳派将軍、ありがとうございます。まあ俺の実況に関係ないけどさ、関心持っていただけて嬉しいね。そうですね、私もこの前駒型で見たんですよね、うん、おーって思いますよね。タイガーから一回中山まで戻しました。中山選手もね、今年肘で、はい、あの結構怪我が大変だったみたいだけど、うん、そうですね、見事復活してますね、うん、まだ包帯巻いてますよね。あ、本当、うん、あ、本当だ、太り。小林が降りてきてボールを取りました、はい、小林、ナイスターン。あの聖夜のターンはあれだけで僕はね、ビール飲めるね。いいね、いいチャンスですね。おお、惜しい惜しい。また関東リーグらしからぬこう精密なサッカーを披露しようとしてますね、白いユニフォームの選手たちです。埼玉 FC はドリブルで取られた。ボールを横にずらしながらなんとかこうチャンスを作ろうとしていますね。こらえきれずにファウルをしてしまった23、埼玉 FC のフリーキックです。あ、また選手交代ですね。埼玉 SC44番の選手が今待ってますね、はい、斉藤選手ですか。斉藤選手、はい、中盤の選手、これ3人目ですね。3人目ですね。試合時間は28分。山本、恭平、押し上げを待つ。逆サイドにボールを展開する。間に合った。飯島、猪俣誠也。猪俣誠也が足掛かって猪瀬になっちゃった。猪
猪俣が本当に最近すごいですね。ねえ、あ、ここで交代ですね、最後は。そうですね、17番新井選手がアウト。新井選手アウト。44番の斉藤選手がいいんです。斉藤選手がいいですね、はい、さあ、すべてのカードを切ったのか。さっき1人しか交代してないんですね。あ、そうかそうか。そう、だから今あのもう1人準備してますけど、もう1人ですね、49番の選手が準備してますね、はい、小田川選手ですか。そうですね、うん、大きく動いてきましたね、埼玉 SC、はい、小林、伊藤隆二、中山、平、おっと、これは、これ危ない、これは石川近だな、どうするかな、行ってくるかな、送らせて、おお、素晴らしい、今のは賢かったな。素晴らしかったですね。俺飛び込んで一か八かにするかなと思ったら、こういうのグラウンドで見ないと分かんないな。すごい、伊藤隆二。今林も23が取りたかったでしょうかね。そうだよね。さあ、ボール持ち上がります。日の又聖也、おお、山本恭平、オフサイド、オフサイド、ギリギリです。埼玉 SC の最終ラインも、まあ、東京23もそうですけど、少しずつこう疲れが出てくる時間帯で、ここで問題ですね。フォワード62番長嶋選手走りまくってましたからね。62番の長嶋選手アウトで49番の選手ですね、はい、小田川選手、小田川選手、はい、はい、フォワードの選手なんで同じポジションでしょうね。なるほど、選手をこうフレッシュにした感じですかね。ピッチ上はもう30度を優に超えてるでしょうね。胸トラップで綺麗な落としです。飯島、小林、おお、面白い、うん、面白い、ワンクッションにいて逆サイド、綺麗ですね、はいはいはい、田中智則、惜しかった。今福井会、田中智則、俊太と面白いこうつなぎですね。一回戻して向こう側にっていう、うん、あれでディフェンスがね、一瞬重心が変わるからね、はい、野球の中継プレーみたいな。そうですね、うん、岡田監督が何かのサッカー教室で今のみたいなプレーを言ってましたね、はい、右に大きく変えたいときはワンクッション入れて逆に行ってから右に行くと。なるほど、ね、目的地に行きたいときは必ず一回逆の方向を入れると、はい、ピッチ上声が大きいですね、うん、だいぶ気合入ってきますね。あ、これはサポーターがこのポール覚えちゃいますね。これはさ、押し上げろって意味です。飯島、おお、すげー、素晴らしいゴール、ミドルシュート、素晴らしい。飯島背番号6番飯島選手、まさかあそこから打つとは。そうですね、東京23なかなかミドル打たないんですけど、そうですね、飯島とか福井とかが結構やるんですね、田中とか。いや、今のはいいですね。綺麗なゴールでしたね。メインスタンドから見ると本当にこう滞空時間の長いゴールっていうのはこう快楽が倍増されます、ね、ちょうどこう、うん、埼玉2人選手変えて1点でもやるぞっていうところでこう心をへし折るような3点目、素晴らしい。後半32分、飯島選手の素晴らしいミドルが決まりました。3対0です。23がリードしています。これイケイケになるパターンかもしれないですね。まだ1人残してますからね、23。時間もあと 10分ぐらいあります。14分ありますね。おっと、おっ、1人が足が、イエロー出ましたね。イエローが出ましたね、はい、埼玉 SC の選手が太り選手の足に、はい、こう、まあ、タックルまでいかないですけど引っかかってしまって、それでイエローカードになりましたね、はい、太り選手はやっぱりこう 足技も、うん、あの持ち味なんで、まあ、怪我は本当に勘弁って感じですね。まあ、もう太りが安定感が高すぎますけどね、うん、あのちょっとサポとしては松本とか岡部のも見てみたいな、うん、見てみたいな。
そうですね、まあまあ、リーグ戦も長いですから、どこから出てくることもあると思いますけど、福井かい、回ってるのはシュータ、田中智則がフリーです、フリーです、智則、ああいう途中でやり直すっていうのもやっぱり、はい、サッカー選手の大事な資質ですね。でやろうとしてたことをやめて変える、違うことに変えようとするって、はい、なんかおお、ちょっとチャレンジングな、3対3ですね、はい、リトリュージがまず消しに行きます。中山がパスを残ってる、うん、ただやっぱり最初から 出てる16番とか30、あの63番とかはもうだいぶダッシュする力が残ってないって感じでしたね。今49番小田川選手は入ったばっかりですけど、はい、16番の選手岩田選手もずっと走りっぱなしですからね、あとは63今林も、はいはい、ちょっとやっぱりだいぶきつそうですね。まあ、23がこう細かく、ね、パスを回してるんで、はい、これについていくのも結構大変でしょうしね。うまくマイトラップでボールとした回ったのが俊太、俊太1回落としました。田中智則、ちょっと田中選手からのパスについに怒られますね。俊太はファウルも取られた後に、何事もなかったように走っていくっていう姿がちょっといつも面白いですね。審判の方見ない。タイガ、中山が持ち上がります。中山ボリボリで猪俣誠也、猪俣がちょっと落ち着いてこうバランス取るような感じになってるんですね。伊藤隆二、田中智則、やっぱりスタミナ的なところもあるでしょうからね、 あれだけ真ん中でやってれば、飯島、小林、小林が前に出てきてる、猪俣誠也、綺麗なボールだ。タイガー優しいパス、クロスボール、おー、素晴らしい、強兵、タイガから強兵ですね、ヘディングですね。こういう試合やっぱり強兵にとってほしい感じのね、うん、おー、球を出しました。で、すでに埼玉も足が止まってますね。止まってきましたね。箱の中に入ってきた、クロスボール入った、うわまだ、ちょっと止まっちゃいましたね、うん、時間が止まっちゃった感じだな、今一瞬。埼玉 SC の選手は今ドキリしたでしょうね。小林から今度は飯島が左に開いてます。猪俣誠也、おー、面白い、小林箱に入ってきた、クロスボールを、おー、コーナーキックを取りました。べちゃべちゃっていう、大丈夫か、小林ちょっと、変な倒れ方しましたね、うん、力が抜けるような、大丈夫ですね、よかった、あの位置に倒れられると吉田選手の怪我も思い出しちゃってドキッ折り返した。ですね、はい、田中智則アウト、はい、渡辺隆人イン、はい、お疲れ様でした。お疲れ様ですね。うん、なかなかいい仕事しましたね、うん、サポーターから田中コールです。さあ、代わりに入ってきたのは背番号18番渡辺隆人。もうポリバレンスというかいろんなポジションができる、優秀な選手ですね。すいません、他球場の結果ですか？途中結果ですか？ちょっと、ね、すいません、電話してまいります。まさかこのタイミングで。さあ、渡辺隆人から猪俣誠也、カーブを取りました。さあ、速攻です、埼玉 SC。
縦にできました小林です。小林俊太、福井会一回落としましたね。俊太、渡辺隆人、あ失礼、猪俣誠也、誠也ターンしながらボールの出しどころを探してみました。渡辺隆人、小林俊太、縦です。ゴール前シュート、おーしっかり狙ったシュートでしたが、キーパーもうまく落ちましたね。サポーターからは飯島コールです。埼玉 FC のボランチがボールをさばいて左サイドオープンスペースにボールを落としました。ゴール前は白いディフェンスが4人並びます。のファール。さあゴールキックは太りです。まだ得点動いてません。ああそう、よかったです。矢川さん戻ってきました、まさかのお袋でしたか、ね、お母様さあ大河から猪俣誠也、猪俣いいですね。俊太です。右サイド大きなところです。俊太が入り込んできました。小林、これで今あの声出し殺法じゃないところから声が出るようになるとこ盛り上がってきたなって感じがね。そうですね、皆さんこう試合にだんだんこう引き込まれてくるような感じですね、うん、タイガ、タイガ、いやサッカー選手というか、まあ、フットボーラーってのすごいなと思うのは、見てる人の気持ちをここまでね、はい、引きずり出すんだからね。そうですね、本当ですよ、もう音楽とか、なんて劇とかあるのとあるのと同じですよね、まあ、Jリーグとか、まあ、世界のサッカーもそうですし代表とかもそうですけど、はい、まあ、彼は確かにすごいプレーもするし、あのすごい人たちなんだと思うんですけど、あのいつも見てるそこら辺にいるお兄ちゃんたちじゃないですか。彼らは社会人だし、でいつも応援してスタジアムでいつも会って挨拶するような人たちがこういうプレーをする、それを応援するっていうのの幸せですよね、あの彼らと別に同僚でもないですし、友達でもないですけど、それでもやっぱりいつも見てる選手を応援して、強くなっていくクラブを応援して、それがやっぱり地域リーグの魅力なんじゃないかなと思いますけどね。これお金じゃ買えねえもんね。あ、中に入ってきた。フリーだ。うおー、中山。何かこう決意を見せるようなヘディングでしたね、今中山。中山勇気。中山のあの硬直な感じのズドンという、ね、でも役場さん今喋ってたけど、はい、本当僕もそう思いますよ、あのなんていうかな、レベルとか技術で見るっていう人も、まあ、いてもいいんだけど、はい、なんていうのかな、例えば子供の運動会見るようなっていうかちょっと極端な言い方なんだけど、それに近いところもあるんですよね、はい、だからよく J リーグのサポーターなんか、はい、ほら思ったプレーしなかったり負けたりすると怒って暴れたりするじゃない、はいはいはい、でも自分の子供が運動会でうまくできなかったとしたら怒って親は暴れないじゃないですか、はい、それ以外に次頑張ろうねって、そのぐらいのこう親心みたいなもので、僕はね結構このチーム見てるんですけど、はい、ちょっとあのおいやんくんが座ってしまってるんで、あの大丈夫かな熱中症とかかもしれないですね、頑張ってほしいです。本当だ、無理はしないでほしいですねサポーターもこの暑さの中でだんだん声が弱々しくなってきて、帽子ないときついですね。試合時間は今44分になるところですね。もうあとほんの数分です、はい、試合は3対0で23が勝っています。強平に決めてほしいですね、さあ小林だ、前を向いた、
浮いたボールがタイガーの前に戻ってきた。タイガー、タイガー。おまたフリーだ。渡辺。ワンツーでもらってそのまま箱に侵入しようとするプレーですね。はい、福井かい。俊太もでも試合ごとに成長してますね。いや成長してますよ、すごいですね、ディフェンスでも足の速さをうまく使っています、はい、お冷静なバックパス、ボールを引き出そうとする動きですね、飯島から。これ俊太ですね、福井ですかね。ああごめん、福井選手か、はい、失礼しました、はい、シュート、おー面白い、うんうん、チャンスをシュートコースが見えたんでしょう。もう振り込んできましたね。アディショナルタイムどれくらいですかね。 2分って感じですね、うん、3分、はい、アディショナルタイム3分。さあ45分になったところです。ここから3分の攻防ですね。試合は前半35分田中智則、後半22分福井海、はい、32分に飯島で、3対0で、23がリードしています。おそらく勝利は間違いないと思うんですが、得失もありますのでチャンスは無駄にしたくない。クロス、おおお、もう一回来た、シュート、打て、おーキーパー素晴らしいですね、はい、まだ終わってないですよ。もう一回もう一回、飯島、強平諦めるな、そこまで行け。ナイスさん、箱の中、強平がフリック、キーパーがあーって声がここまで聞こえましたね。うまくやっぱりこういいタイミングで前に出ますね。さあコーナーキックです。サポーターも献身的に応援コールしています。いや本当に素晴らしいですね。ショートコーナーだ、ショートコーナー、渡辺貴人、クロスボール、胸トラップ、もう一回ちょっと一瞬ボールを見合わせた、負けんな、これは注意ですね。おお、これは1対3だ。どうやって守るか、俊太がまず蓋をする。2対3、おお危なかった、大きなピンチでしたね。あ今の危なかったですね、うん、2対3ですからね。あさあ試合時間まもなく47分ですね。アディショナル2分、アディショナルタイムは3分ですね。そろそろ最後のワンプレー、ウトリヨイチ、中山、負けるいいショット、ゴールライン割っています。あの暑い中コールをしているサポーターたちが本当に素晴らしい、素晴らしいですね、選手と共に戦ってます、まるで太鼓が止まったら命が止まるんじゃないかというぐらいの覚悟で、オイアン選手さんも、オイアン選手じゃねえ、オイアンさんも今抱えてますね。3人の若いサポーターも本当に体全体で選手の後押しを表現してますね。俊太、そのままタッチでボールになっていますね。さあ目的あの基準の3分が過ぎましたね、アディショナルタイム。そうですね、もういつなってもおかしくない時間です、はい、23のスローインです。おお、一本背負いのような福井海、さあここと下げられるか、俊太、福井海フリーでボールを持ちました。これチャンスですね、福井海、終わりですね、はい、お疲れ様でした。素晴らしい。90分の、終わりを告げる、ホイッスルが3回鳴らされました。さあ、暑かっただろうな今日の試合はね。
さあご覧いただきました通り、今日の試合は23が3対0で、見事勝利いたしましたね、いい試合でしたね。いい試合でしたね、堅実な部分と挑戦した部分と、しっかり計算してこう乗り越えた部分、3-0 自体はどうですか、得点的には。そうですね、それぐらいを取ってほしいっていう、常に攻撃的なチームですからね、どちらかというと、なるほど。ただチームとしては今回いろいろ新しいことを試したと思うんですよ、猪俣のトップ下だったりとか、小林のボランチだったりとかですね、小林選手もよかった、そこら辺もうまく機能もしてたと思うんで、で飯島を途中から入れて、猪俣を左にして、飯島トップ下に入れて、飯島もまた機能もしてましたし、そうね、素晴らしいですよね。こういうところやっぱり、米山監督のこういろんなこうなんていうのかな、テストっていうのも変ですけど、いろいろこう選手のこう伸びしろを伸ばそうとする配慮がね、感じられますね。さあ青のユニフォームの埼玉 FC もですね、しっかりこう守備をしてという、プランはよく見えました。今林が今林選手、米山監督のところに握手。東京23サポーターから埼玉 FC コールが、今林コールしてますね。埼玉の今林選手ですね、元23の選手ですけど、コールがかけられました。23のサポーターは試合後に必ずアウェーに来て、対戦相手のサポーターチームをこう、ちゃんとで応援づけるというのが、彼らの流儀ですね。やってます。いいことだと思います、さあ2014年5月31日、場所 ZA オリプリスタジアムでからお送りしました、関東一部リーグの前期第9節ですね。東京 23FC 対埼玉 FC の試合は、ご覧の通り3対0で東京23が勝利しています。前半35分田中智則、後半22分福井会、後半32分飯島選手のゴールが決まりまして、3対0で、勝利しました、これでこの後ボンズさんと浦安さんの試合が、どうなるかというのが楽しみですね。そうですね、1位3位決戦ですか。どうですか今日の生放送は。夜間さんは。いやいや楽しかったですよ。はい、ありがとうございます、さあ、放送と、撮影と放送はパラゲルさん、実況ブラジル親父36、そして、解説は夜間さんでお送りしました、放送も、ここでおしまいとさせていただきます、本日は最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ちょうどいいタイミングで拍手がね